ではでは、右足を前にして、この足が遠くにならないようにちょっと近くしましょうか。で、前流れをして上に上げていきます。背中をぐーっと後ろに、これを5回いきます。1、昨日よりも1ミリでも指が後ろに下がるようにちょっと意識しましょう。ちょっとずつ軽い広げていきます。3、息を吐きながら4、はい、ラスト、はい、OK。 ではそのまま後ろを広げて、首もしっかり回しながら目線を後ろにして指先見ます。1、吐きながら2、3、4、ラスト、ゴー、 OK、 いいですね。では反対いきましょう。左足に変えて前習えして、まず上に伸ばして上げていきます。そこからぐーっと倒していく。いきなり倒したと腰を反るような形になりますので、この状態を倒すイメージでいきましょう。はい、2、呼吸を止めないように3、あ、いいですね。10、ラスト、はい、OK。 では今度は左に開きましょう。外側に向けてぐーっと開いて後ろ見ます。1、2、3、4、はい、OK。 では今度右足にまた変えていただいて、後ろに手をついて裏を伸ばしましょう。もも裏、膝裏、ふくらはぎ伸ばして、で左手をついて右手を開きます。1、後ろ、前、2、後ろ、前、3、後ろ、しっかり伸ばしますよ。4、ラスト、スピードでやらないようにしっかり自分の体を感じながら、5、はい、OK。 OK、ナイスです。では反対いきましょう。左足ですね、左足で立って後ろに手をついて裏を伸ばします。右手ついて左手を開く。1、後ろ、前、2、頑張りましょう。前、3、呼吸を止めないように、4、ラスト、しっかり胸を開いて、胸を見ましょう。OK。OK、ナイスです。ではそのまま四つ這いになった状態で、この状態でお尻を後ろにぐーっと引いて股関節を使います。はい、戻す。1、お尻引いて背中を丸めないように。2、まっすぐのまま。3、そう、背中はこうやらないようにこのまままっすぐ。4、そう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 、下半身ですね、後ろに。5、はい、ラスト、 OK。 ではですね、次、この状態で両手を前に出して、後ろにお尻引きます。背中伸ばして、お疲れ様です。皆さん音声ミュートにしてもらっていいですか。後ろに引いてもらって、横にずらして、ぐーっとお尻引いて、左の背中を伸ばしましょう。今、ストレッチしてるので、最初、ウォーミングアップですね、一緒にやっていきましょう。あと反対に、1、反対に移動して、左側、
しっかりお尻引いて背中伸ばします。こんな感じでぐーっとお尻引いて伸ばしましょう。はい、OK。では次は、腕を手伏せの姿勢になります。こんな感じで、関節を動かしましょう。右足を前に。そう、はい、戻す。2、3、4、5、6、7、ラスト、8。はい、OK。では最後ですね、少し動かしましょう。両手をついて前に進みます。半歩ずつ前に進んでいって 1、1、 いけるところまで手を伸ばして、で戻ります。 1、1、1、 はい、 OK。 もっといきましょう。 1、1、1、 で今度いけるところまでいったら足を持ってきて1、1、1、はい、後ろ伸ばします。OK。はい、ではちょっと水入れたりしてトレーニングの準備していきましょう。ではですね、まずその先ほど言ったようにちょっと体幹トレーニングをやっていきましょう。お腹周りを意識して体の軸を作っていきます。で、四つ倍、手は下、ここにボックスを作ります。で、肩の一定の位置は前に出さない、自分の中心に引いて肩の真下で、膝は股関節の真下もしくは少し後ろに引きます。で、おへそは下がらないようにしてこのままちょっとでっちりしましょう。で、この状態で左手と右足をまず伸ばします。はい、まずキープしてそのまま肘と膝をタッチ、そうで伸ばす。1、10回いきます。タッチ、2、3、4、呼吸を止めないように5、息を吐きながら6、7、8、9、はい、ラスト、はい、OK。 いいですね、皆さんナイスです。今度反対いきますよ。右手と左足で、注意点はですね、皆さんの絵を見てると首が下がってしまうので目線は斜め上ぐらい、ごめんなさい、斜め下ぐらいを見て下げすぎないように、下見てしまうと首が巻き込まれて首が痛くなってしまうのでそれだけ気をつけましょう。では逆ですね、右手左足伸ばして、でタッチ、はい、伸ばす。1、いいですね。はい、2、3、4、5、しっかり伸ばして6、7、8、9、ラスト、はい、OK。 いいですね。では次はですね、ちょっと背中から腕回りいきますよ。今度は伸ばせる人は膝を伸ばして腕立て伏せの姿勢になります。この状態が厳しい方は膝を今の四つ倍から少し遠くにします。遠くにして膝立ちでも OK。 膝立ちの方は足を浮かせます。で、この状態で左手からアップアップアップ、これを繰り返します。で、上げるときは手で力を入れるんじゃなくて背中で上げます。ここで引っ張って腕を上げるようなイメージですね。耳の高さぐらいまで上げていきましょう。では行きますよ。どちらでもいいです。膝つきでもいいですし腕立て伏せでもいいですよ。まず準備します。はい、この姿勢作ってレディー。はい、右手から1、2、
体がずれないように3、4、5、支えて6、7、8、9、10。はい、OK。OK。では次、ちょっと深めていきましょう。四つ這いに戻します。この姿勢にして、この状態から足を噛んでいただいて、膝を少し地面から離します。地面から膝を離す。そう。で、お尻少し引きます。お腹でキープ。いきますよ。レディー。はい、ゴー。膝上げて。そう。黒川さん、お尻もうちょい引きましょう。後ろに、後ろ。背中丸めない。そう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 。呼吸止めないですよ。鼻で吸って、口から吐いて。3、2、1。はい、OK。膝を落として。OK です。では、次行きましょうか。次はですね、上向きになります。背中と腕行きますよ。手をですね、自分のつま先、かかとの方向に向けて手をついて、開きすぎない、もしくは後ろに置きすぎないようにしましょう。このぐらいの位置にしていただいて、少しお腹を上げます。このまま肘を曲げる。肘曲げて、で、アップ。腕で上げます。ここで上げるんじゃなくて、腕で。2、そう、そう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 。3、真上に上げて。はい、4、三頭筋ですね。5、6、7、よいしょ、8、9、ラスト、まっすぐ下ろして、上げてきて、OK! ここを使います。三頭筋ですね。OK! では、今度は今のところを意識しながら、背中で地面を押す感覚を作ります。両手を今のようについて、今度は足を合わせていただいて、このまま少し地面を押しながら、おへそを上にグッと上げます。三角形作る感じですね。このままキープしましょう。はい、皆さんアップ。そう、スタート。肩にグーッと力入れないように背中で押す。背中で押して。鼻で吸って、呼吸は口から吐く。はい、頑張っていきましょう。3、2、1。はい、OK。背中と腕ですね。OK です。はい。では次はちょっとお尻いきます。お尻周りですね。両足を広げて、仰向けになります。完全に寝ていただいて、両手は手のひら上にして開いたままダランとしましょう。で、足は肩幅ぐらいに開いていただいて、そのままおへそを真上に引っ張られるようにアップ。両方のお尻ですね。大臀筋というお尻の上側を鍛えます。はい、戻して。これ10回やって、最後の10回目は10秒キープします。いきますよ。はい、上げて、1。はい、戻す。2、骨盤を上げる。腰を反らないように。3、4、ダウン、アップ、5、6、7、お尻の上側、8、9、ラストは止めます。はい、止めて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK、下ろして、お尻の上側ですね。じゃあ今度、ももの後ろ側行きましょう。両足を閉じましょう。今、開いたのを閉じます。閉じていただいて、この状態からお腹を上げていきます。アップ。膝を開かないように、ずっと閉じていきますよ。はい、ダウン。はい、アップ。
もも裏の付け根あたりですね。3、アップ、ダウン、4、絞りながら、5、しっかり絞って、6、お尻引き、7、よいしょ、8、9、ラスト、10、OK! ではですね、今日はちょっとお腹と横の腹筋も一緒に使っていきましょう。お尻を、両手をついていただきます。肘つきになりましょう。そうです。で、左側のお尻をこのように骨盤をちょっと回す。で、膝がこう横に向くような感じですね。で、この状態で足を伸ばします。まっすぐ伸ばします。くの字にならないように、まっすぐ伸ばす。で、伸ばしたら、自分の方向にまた寄せる。これ、横の腹筋と下腹部使います。いきますよ。はい、伸ばす。1、はい、止めて、持ってくる。はい、伸ばす。ここでしっかり止める。2、腰反らないように。3、4、5、6、はい、7、8、9、ラスト、10、OK、では反対いきましょう。この状態から、肘ついて、反対の手は、肘じゃなくて手ついても OK です。今度は右側、こちら側にこのような形で一回お尻に乗る感じですね。で、このまま前に、自分の方に膝を持ってきて、で、伸ばす。この横の腹筋と下腹使いますよ。はい、曲げて、伸ばす。1、2、3、いいですね。呼吸止めないように、4、5、伸ばしたこの反動をつかないように、6、しっかり伸ばして、7、8、9、ラストいきます。10、はい、胸まで、OK、ナイス。ちょっと横の腹筋も含めて使っていきました。OK です。そうですね、その伊藤さんの触ったあたりですね。OK、OK。では次はですね、ちょっと動きも一緒に入れていきましょう。今の腹部、背中と、体幹を一緒に使っていきます。スタートは肘つきで、こちらも先ほどと一緒です。膝を伸ばしていただいてもいいですし、膝ついてもいいです。膝つきの場合はこの状態で、どちらの手からでも構いません。手をついて伸ばす、腕立て姿勢になる、万歳、万歳、戻る。これで1回です。これを連動させて、伸ばして、伸ばして、戻す、戻す。1、1って形でやっていきます。そうです。では、この状態から、肘つきになっていただいて、はい、ここからは伸ばしても OK。どちらでもいいです。やりやすい動作でいきましょう。では、いきますよ。レディー。はい、ゴー。伸ばして、伸ばして、アップ、アップ。さあ、肘ついて、伸ばして、1、1、はい、肘ついて、伸ばして、1、1、はい、肘ついて、伸ばす、しっかり腕伸ばして、ほい、1、1、いいですね、ゴー。伸ばして、さあ、肘を伸ばす、伸ばす、はい、はい、はい、ついて、そう、起き上がって、両半身しっかり使いましょう、ラスト。グッと起き上がって、伸ばして。はい、OK! OK! これはどちらかというと、有酸素系も含めたですね、運動になります。はい。では、今度は、先ほど言った、スクワットですね。お腹しっかり軸作りましたので、ちょっとスクワットやっていきましょう。ここで水入れていただいても全然構いません。ではですね、スクワットは肩幅に足を開きます。
で、つま先がかかととまっすぐ、もしくは足首硬いなって方は30度ほどつま先外に向けて OK です。で、手をですね、胸の前こんな感じにしましょう。そのまま、親指に体重をかけるんじゃなくて小指側に体重をかけるような形で沈んでいきます。いけるところまで行ってアップ。そう、横から見るとでっちりにしてこのまま下がります。膝が前に出ない、このまま下がります。体が前に倒れないようにアップ。そう、はい、ダウン、はい、アップ、2アップ、ハンド使わない、このまま上がる、3、そう、ダウン、4、ダウン、5、上体倒れないように、6、ダウン、7、よいしょ、8、ダウン、9、ラスト、はい、OK! いいですね。素晴らしい。では次は、お尻、股関節、内転筋という内側も使って、全体的に刺激を入れていきます。今度は、足をかなりワイドにします。つま先も45度ぐらい外に向けましょう。で、手は一緒です。このまま右側に、体重をかけてみます。これも一緒です。こういう親指に体重がかからないように、このままダウン。で、左足をストレッチする感じですね、内側。で、はい、アップ。左。そう、はい、2。しっかり体重かけて、お尻と太ももの内側。3。ダウン。4。はい、ダウン。頑張りますよ、5。そう、お尻落とす、お尻落とす、お尻落とす。6。ダウン、ダウン、ダウン、ダウン。7。はい。8。息吐きながら。9。こちら、あと2回いきましょう。ダウン。はい、ラスト。ハンド使わないように。ぐっと地面を押しながら持ってきて。はい、OK です。お尻ですね。お尻とこのももの。この辺切ったら OK です。はい。では、ここからですね、ちょっと初参加の中村さんはわからないかもしれないんですけど、恒例の3分トレーニングをやります。何をやるかというと、20秒を、のトレーニングを3つやって、それを3回回します。で、20秒の内容を3つ言いますね。今日は、最初はですね、この状態、プランクというやつですね。キープ。この状態でキープが1つ目。で、2つ目は、下腹部を連続でいきます。上げた状態で下げる、上げる、下げる、上げる。では、最後は、キープ。上げたままキープ。キープが今日2つありますので、動かすというよりも、しっかり刺激を入れていきましょう。これを20秒ずつ回していって、3回やります。はい。で、間休憩ないので、20秒だったら、僕が合図するので、すぐ次の動きに切り替えていただくようにお願いします。大丈夫そうですか、皆さん。OK。OK。ありがとうございます。では準備しましょう。四つ倍、膝伸ばして、肘ついて、ちょっとお待ちください。いきますよ。5秒前。2、1、はい、外、キープ。脱げる人は動かして。はい、頑張っていきましょう。呼吸は止めないですよ。2、1、はい、上向きになって、足伸ばして20度ほど下ろします。はい、上げる。骨盤を下げない。骨盤を上げたまま、
下げて上げる、膝伸ばして20度ほどでいいですよ、下げるの。下げすぎなくていいですよ、中村さん。そこまでいかなくていいですよ。90度から20度ぐらい下げる。はい、その下まで下げて、肘ついてキープ。下腹部ですよ。肘つきで足を伸ばします。2、1、はい、下向きで。キープします。3、2、1、はい、上に向かって下腹部刺激入れていきましょう。下腹部、ふうふうふう、下げて上げて下げて上げて、はい、上体を落として伸ばして、遠くに足伸ばして、キープします。お腹意識、呼吸して、下腹部意識しましょう。足しっかり遠くに伸ばす。頑張って、ラストセットいきますよ。はい、ラスト下向きになって、キープ。そう、いいですね。お尻下げない。上げて、そう、お腹キープ。お腹落とさないですよ。3、2、1、はい、仰向け、ラスト2つ行きましょう。ダウン、アップ、ダウン、できる範囲でいいぞ。自分のできる範囲で頑張っていきましょう。ふう、ふう、下腹部ずっと刺激入れて、そう、黒川さん、そこまでいかなくていい、そう、その辺でいいですよ。膝伸ばして、伊藤さん、膝伸ばして、オッケー、ラスト、伸ばして、キープ。はい、頑張りましょう。ふう、ふう、ふう、お腹、お腹、頑張って。2、1、はい、OK、コンプリート。お疲れ様でした。では、最後、呼吸していただいて、最後、皆さんでクールダウンやっていきましょう。はい、準備できた方からですね、両手をついて調査していただきます。で、両手をついて骨盤を後ろに引きます。はい、で、膝の上に手を当ててぐーっと自分の足をたどっていくように伸ばしていきましょう。もも裏ですね、ぐーっと伸ばして遠くを見るような形でぐーっと伸ばしていきましょう。はい、OK。呼吸を止めないようにして息を吐いていくと体が柔らかくなってきます。今度は開脚しましょう。足を広げて両手を後ろについて骨盤をまず立てましょう。ここから右手で左のつま先に向けてぐーっと伸ばしてタッチするような形で、そう、いいですね。遠くから行きましょう。脇と左のもも裏を伸ばしていきます。ぐーっと呼吸して、はい、 OK。 反対行きましょう。左ぐーっと倒して、はい、OK です。ではそのまま両足をあぐらをかいていただいて、かかとを自分の方に寄せましょう。あ、ごめんなさい、あ、そうですね、かかと寄せて肘でももを下に押すような感じですね。ぐーっと体重かけて軽く体前に倒します。そうすると付け根が伸びてくると思います。ももの付け根ですね、内側の付け根。呼吸は止めないようにふーっと吐きながら、あまり下向きすぎちゃうと首丸くなるので体が丸くなってきます。意識は真下を見るより斜め前ぐらいが一番いいですね、目線は。
そうすると背中はあんまり丸くならないので、ちょっと目線を上げる意識。そうですね、伊藤さんいいですね。OK。じゃあ右足伸ばして、左足を膝の上に乗せます。このまっすぐ自分の方向に、かかとを寄せましょう。はい、お尻伸ばしていきますよ。左のお尻伸ばします。一度引いて、で、間から手を入れて、このまま寝っ転がっていきましょう。ガーンと寝ています。左のお尻を伸ばしていきましょう。はい、OK。反対いきましょう。左足を上に、右足乗っける。はい。で、手を後ろについて、膝を、かかとを地面の方向に寄せて、一回お尻引きます。で、そのまま間から手を通して、自分の方に寄せて寝ちゃいましょう。はい、OK です。では起き上がっていただいて、皆さん音声ミュートの解除お願いします。ありがとうございます。お願いします。まあ、いつもは体幹トレーニングと、まあ、背中だったりをメインだったんですけど、今日は下半身もちょっと含めてやってきましたので、まあ、この、全部やるっていうわけじゃなくて、その1日の中でこう、1分でも3分でもちょっとかいつまみながらやっていただけるとより効果は上がると思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。中村さん大丈夫でした？きついぜひまた参加お待ちしておりますんで、はい、はい、今週もやっておりますんで、ぜひぜひ参加のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。お疲れ様です。ありがとうございます。